Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, dear 私。Happy birthday to me. おめでとう。私からでいいじゃないのよ。え？私からでいいで、それは悲しすぎるのやだ。おめでとうございます。はい。おいくつですか？23になりました。23になりました。ヤシココさんです。先週触れるのを忘れてたよね。だってもう、結構前ですよ。結構前。結構ね。もう、これが流れている頃にはもう1ヶ月ずれてるからね、ほぼ。いや、もうそのくらいずれちゃってるんですけど。まあ、それで。収録ベースで誕生日相手一発目の収録なので。ありがとうございます。よき1年をお過ごしくださいませ。はい。どうでした誕生日。なんか、家族から金一封が。いや、まあちょっと、まあ後々ね、話すことにも関わるんで、ちょっとも置いといて。ご期待ですね。はいはい。今回ですね、去年、普通に誕生日を祝っていただいたんですけど、去年ですね。22歳の時。うん。なんか私、なんか自分でこんなこと言うのもなんかあれなんですけど、はい。なんか過激な人たちが一定数いて。お友達なりお知り合いにね。そう。はい、なんか、誕生日プレゼントを渡したいけど、うん。まあ、気軽に会うわけでもなく、うん。かつ、こう、送らせろ、みたいな。うん、っていうのもあって、うん。あとはなんか去年の骨氷さんに、やればいいじゃんって言われたから、うん、今年欲しいものリストを公開して。うん、いろんなとこにね、まっすぐな、なんかこう、遠回しに貼るんじゃなくて、もう貼るならちゃんと貼る。そう。で、去年言われたから、ちゃんと貼ったと。ちゃんと貼ってたね。偉いです。ちゃんと貼ってた、いろんなところに。うん、僕は今年貼らなかった、ちなみに。あ、貼ってなかったね。そうそう。なんかいろんなものもいただいちゃって。おー、よかったです。例えば、メグリズムホットアイマスクが今ね、4箱あります。一番助かるよね。結局。あとはね、結構いい芋けんぴ2袋。あー、いいね。消費するも送られてくるといいね。とか。あとね、ゲームソフトもなんかいただいちゃいました。何？ですね。鳥類弁護士の事件簿っていう、パッケージからちょっと気に入ってた。見たことあるわ、インターネットで。逆転裁判みたいな。スイッチゲームシステムのやつ。スイッチのソフト。あーはーはー、僕初めてスイッチの現物ソフトなんですよ。全部ダウンロード版だから。すげえ !SD カードパンパンじゃん。パンパン。そうなんだ。はいはい。とかって感じで。もちろん骨氷さんからもいただきました。あ、はい、もちろんそんな。なんなら一番最初に届いてない？一番最初に到着しております。でしょう。はい。何ですか、はい。ヤシの木が届きました。一番欲しかったでしょだってそれ。いや、まあ、一番おもろいかなと思って、無事にいただきました。多分、一番タッパがあるなと思って送って、組み立てたら。まあ、何言ってるか分かんないと思うんですけど、はい、Amazon の方にありまして、商品画像こちらです。あ、そう、めっちゃ。免じて許そう。送ったし、ね、はい、送ったのは僕だから。そうそう。いや、こういう、なんて言ったらいいの？商品画像を模写したものを書いてください。ちょっと、URL と、まあそうね、僕怖いから、模写したもので。ちょっと、著作権が一番怖いから。はい。そう。で、それをですね、深夜3時に開封して、なんか浮き輪みたいになってるんですよね。ああ、まあそう。水舟で使うアイテムです。はい。そう。で、なんかそれを骨氷さんに報告したら夜中に絶対すぐ使えよって脅迫されたので。書いてあるしね、メッセージカードにも。僕がもう顔真っ赤にして空気思いっきり入れて、ヤシの木を作りました。夜中3時。通称送ったっていうね。ああね、意外と高いよね。なんか。150センチ。ぐらいあるよね。あるんですよ。ホースつけるとこあるよね、多分。あります。ホースをつけて、ヤシの木のてっぺんの部分から水が出るようになってます。ピョーって出るらしいです。もうなんかあれです。家族も触れたら、ま、ケンなのかわかんないですけど、一番最初に何これって言われますけど、もうそれじゃ触れてません。まあ、そういう友達がいると思ってくれればね。うん、でも、そういうそうそうそう。自分で買ったもんじゃないから、どうにでもなるから、言い訳は。うん、そういうた。ただ、うん、しまうなって言われてるんで、しまえません。ちょっとしまうのは許さんでしょ、こんなのね。もうしまっていいのは引っ越すときまでです。この一年ずっとヤシの木と共にあるのかと思うと、ちょっと、邪魔だなっていう。来年もう一個でもいいけど。ちょっとそうなると、うちだけジャングルになるから、南国。でも、なんか、意外といい値段するもんだからね。
え、なんかさ、こういう、はい。なんか、あんまりランク付けするのは良くないけど、これ良かったなってものあります、はい、これ良かったなと思う。もらって、来年の参考にするんで。アイマスク。てか、アイマスクに関しては、ちょっと僕、アイマスク渋滞が起こってて、うん、そのメグリズムのアイマスクもそうですし、うん、あの繰り返し使える系のアイマスクは手元に3つあるんですよ。ほうほうほう。ちょっと、使えない。ちょっと大変だね。そう。私の目を案じてくれる人ばっかで。ホットアイマスク1箱12個 ?12 個かな？だ、4つ48。毎日使っても1ヶ月分あります。そうだね。はい。そういうのね。そういうのがいいんだ。ただちょっと、私はなんか、欲しいものリストって、うん。このゴーリさんご存知かもしれないんですけど、うん。こう、ちょくちょく入れるんじゃなくて、うん。欲しいものリストに入れるぞって僕思い立った瞬間いろんな商品入れるタイプなんですよ。ああ、はいはいはい。で、欲しいものリストを貼ったことで、あ、なんかこれ入れたいかもって思って、うん、なんかみんなに欲しいものリスト公開してる間にどんどん商品が増えていくっていうがめついやつになってしまいました。ちょっとやめた方がいいよ、それは。いや、ちょっと強く垣間見えるの怖くなっちゃう、こっちも。そうなんですよね。よくないんですけど、これ入れたい、あれ入れたいってなった時に、忘れるのが嫌で、本来そういう使い方だから、ウィッシュリストなんて。そう、僕は、もう、買うか分からんけど、とりあえずぶっ込んでんの、いつも。な、言いますよね。そうそうそう。それがいいと思うけどな。カートに入れる前に、まず欲しいものリスト入れてるもん。あら、あ、やんないわ。それだとね、なんか、いらんわってなっても、ワンチャンもらえるかもしれないし。なんか、そういう機会が前にもあって、その時に、うん、なんて言ったらいいでしょう。公開用のリストと非公開のリストみたいのを作ったんですよ。うん。でもちょっとあまり管理がだるすぎて、さすがに、ね。一本化してしまったっていう過去もあります。あ、嘘です。僕一番欲しいものありました。何？ですね、サンバホイッスルをいただいたので。結局。なんか言ってたね。サンバホイッスルいただきました。ちょっと、無理かー。ちょっと今。ちょっとね。ちょっと今、夜も夜だわ。あ、でもこっち欲しい。こっちならいけますよ。ギリギリ。あ、聞こえてます？え？工事始まった？違います。何？工事ではないですよ。それ何？これ、なんか僕が欲しいものリストの中に、うん、楽器を入れてるゾーンが。あ、全然見てなかったかも。あるんですよ。なんか結局、さっきも言った通り、あ、これ欲しい、あれ欲しいってなった時にこう、ジャンルごとに一気に入れるんで、うん、ある程度、例えば僕、梅ジュースゾーンとかがあったり、ああ、はいはいはい。家電ゾーンとかがあるんですけど、うん、これはですね、ビブラスラップですね。ビブラスラップもらったんですか？羨ましい！今のビブラスラップの音はこれもうマジで全然僕は、ガガ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 しか聞こえてない。いや、そのビブラスラップ、ちゃんと鳴らせばあの音鳴るんですけど、ちゃんと鳴らせないんで、夜だし。ああ、今控えめにしてんのね。だからこう、じゃーん、こう、中の気候を揺らすにとどまったんですけど。ああ、いいなー。ちなみに、これを送っていただいた方はですね、このラジオを聞いてくださってる方ですね。ちょっと怖い怖い。急に名指しをするの怖い。うん、中に入ってるメッセージに、うん、ラジオで使ってくださいって書いてあったんで。ああ、なんか想像つくような。いつかサンプリングして。え？いいよ、効果音ラボ。効果音ラボに落ちてるから、多分。いや、私のオリジナルの効果音しか作りたいなって思います。てねって言った後に、はい、カーって鳴らすわいと。で、サンバホイッスルも一緒の、とかにいただいてるんで。サンバホイッスルは本当にうるさいと思うよ。そう、サンバホイッスル開けてないだから、開けて吹きたくなったら困るから。ちょっと、日中開けます。はい。じゃあ、ありがとうございます。スライドホイッスルも、そのうち使おうかな。ホイッスルで集まって、やりましょう。あ、二人で会った時にね。そう。公園でホイッスルだけ鳴らしたい。集まるよ、いろいろ、なんか、警察とかが。でも、どこで鳴らしたら言ってんだ。ね。入れたあんたが悪いよ。いや、でも本当に欲しいかも。サンバホイッスル持ってるだけ気持ちは上がるから。サンバホイッスルさ、はい、吹奏楽部でサンバ系の曲やるときにさ、打楽器がああいうの大体担当するじゃん。はい。めちゃめちゃ羨ましかったもんね。わかるー。あれありてーって。わかるけど。お前よりでかい音出せるわ、絶対って思った。わかるけど、うん、これが受け継がれていくのかっていう気持ちもある。ああ、まあまあ、そうね。宝島良かったなあ、ダメだ。吹奏楽、開講中になっちゃう。あ、良くない良くない。はい。あ、もう一個いい？え、何いや、はい、僕今隣のね、部屋って、部屋番が違う日の部屋。隣の家だね、だから。はい。の、はい、がいないですよね。引っ越しました。また。あ、引っ越された。引っ越されました。何でしたっけ？
ご高齢の？うん。まあ、ご一家。なんか、インターホン、でもそもそも1月にね、ノクって聞いてた。これ1月です、ごめんなさい。1月に撮ってるんですけど、1月に立ちノクって話聞いてたんで、はい、まあ、だし、そのインターホンにね、なんか、残ってたから、その履歴が。はいはい、はい。来た。その時出れなかったんだけど、っていうことで、今日は、私、仕事部屋で収録させていただきます。あらら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 。だって寒いでも寝室ずっと言ってたからね。うん、そう、ちょっと、さすがに、ちょっと、先週寒すぎて。めちゃめちゃだったから、うん。そうそう。ちょっとマイクがいつもと違うけど、そんな悪いもんじゃないんで許してください。って感じ。はい。ということで、23歳の私も。愛してやって。2000年生まれの私を。あ、言えねえ。こっち言えねえ。こっち。言えねえ。ということで、行きます。はい。よし、ここ。ほにゃごりのラジオ、自己満足。先ほど私が誕生日を迎えたという話をさせていただいたんですけれども、はい、誕生日、まあ、祝っていただいてありがたいことにですね、いろんな方に、うん、ただ残念なことにですね、うん、誕生日を迎えた瞬間はですね、うん、家でもなければ友達の家でもなく、アパホテルにおりました。あら、そうでした、そうだったね、そういえば。ということでですね、うん、ちょっとその誕生日をまたいでなんですけど、私長期で出張に行ってまして。お疲れ様でございます。なんかその話ができればなと思っております。あれだね、なんかスーパー音質悪社内ラジオあで言ってたと言ってた、あれノーカットだから、はい、その全部話書いてるはず、はいはいはい、そうそうそう、そのね、出張に行きましたっていうご報告なんですけど、はい、まあ大変だったそんなある？言って初めての出張だね、もう。いや、ちょっとなんなら旅行ムードみたいな、本当に最悪でしたね。もう糞便まみれクソまみれじゃねえか、それは何？違う？あそこまでじゃなくて、ぼかすことをぼかしながら、はい、包み隠さず話します。あ、なんなら後からね、なんとかなるから、はい、あのですね、まあ時系列順に頭から話していきますね。だから2000年の1月末にあなたが生まれたと。はい、木曜日、木曜日生まれました。1月末の木曜日、木曜日生まれました。はい、で、紆余曲折があって今の会社で働いてるんですけども勤め込んだね。はい、うん、まあ、まずなんで出張に行ったかっていうところを、うん、まあすごいふわっと言うとするなら、うん、会社でイベントに出ることになってコミケ、うん、そのイベントに参加をするのためのスタッフ的な感じで出張が決まったんですね。まあ、なんかあるよね、そういう業界独特の何らかの会、はい、まあ、なんかそういうイメージで持っていただければいいんですけど、うん、イベントに出るってことになって、うん、イベントのスタッフとしていく、うんうん、で私が営業の担当がそちらの方のエリアだったんですね。いわゆる関西。ああ、はいはいはい。出張した方のね。とか。はい、はい。そう。四国とか担当で、今回のイベントは大阪であるってことだったので。関西と四国、一緒にするのすごいな。一緒なのよ、もう私にとっては。はいはいはい、まあ。なので、営業としてスタッフで参加することになりましたと。はい。で、参加してってなるんですけど、うん、まあ、初めての大阪なんですよ、私からしたら。人生で。人生で。わお、うん、京都なら中学校の修学旅行で行ったけど、大阪は寄らずだったので、うん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 、で、だったんですけど、うん、そのイベントが、まあ、午前中の、まあ、大体ね、9時じゃないか10時ぐらいかに始まるんですけど、うん、それなのに、まず前泊なし、うん、で、朝6時半ぐらいの新幹線。東京発、東京のあたり発ってことですよね。東京発くらいですね。うん、で、6時台とかの電車に乗って、9時くらいに着して、はい、で、そのまま会場に向かうみたいな、ちょっと、正直意味がわからないスケジュールだったんですよ。普通、前入りですよね。なんなら前の日も仕事せずに行くだけの日みたいな。
なんかそれは許されずでして、はい、許されずで。で、まあ、参加者もやっぱイベントに参加するので、ある程度の人数がいたんですけど、うん、そのもちろん準備のために行ってる人たちもいるんですよ。設営ってことね。設営的なやつ。うん、でも私はそれじゃなかったんで、も当日行って、っていう形でした。だるいね。そう。で、なんか私含めた当日行くメンバーが4人いたんですよ。うん、4人いて、一人がめちゃくちゃ直属の上司で、うん、やだなーって思ったら、ね、もうあの行きの新幹線があの二人席かけにで泊まりになってしまって、うわ、もう終わった、終わったって思いながら、だってでも私そんな気が休まらんじゃん移動中なのに、そう、朝早起きもしてさ4時起きですよ、バカすぎ、4時起きでさ。それしてさ、隣上司でさ、でも私ルンルンだからさ、めちゃくちゃあのカツサンド買ってて、カツサンド食べていいですかって言って、ね、なんでそんな気カツサンド食べました。食べ過ぎだよ、うん、っていうところから始まり、うん、でですね、まあちょっとカレンダーとかを見直していただければわかると思うんですけど、うん、ちょうどその行ったタイミングでですね、大雪、そうだよね、そう雪が降ってしまって、うん、あの新幹線も1時間遅れました行きのね、行きの新幹線徐行運転で1時間遅れましたうわどうすんの、え、もうひたすら無で新幹線に行ってました動いてはいるもんねそう名古屋から京都の間がダメってことで、あのあたりね、雪そこが徐行運転で、やっぱ滋賀のあたりがやばかったですね。吹雪いてて。降るよね。ホワイトアウトみたいな感じでした。で、その、だから会場着くのも1時間遅れるわけでしょ？遅れました。だから本来なら、スタートする、イベントスタートの30分前くらいに到着する予定だったんですけど、会場に。うん、でもそれも間に合わず、タクシーで会場まで行ったんですけど、うん、逆に30分遅れくらい。結局ね。着いて、何の準備もできないまま、ドタバタって行って、イベントに出ました。マジでずっと気張りっぱなしじゃん、それ。そう。私、イベントもずっと立ちっぱなんですよ。え？倒れるっていう状況で、そうなったら。もう、つろうて、つろうて。つろうね。つろうすぎ。つろうすぎ。つろうよね。で、あ、そのイベントが、まあ、大体、まあ、5時くらいに終わるわけですよ。はい。で、そういう風に、ある程度スケジュールも教えていただいてたんで、うん、あ、じゃあ、この後は、なんか、自由行動だって思って、うん、で、私、大阪初めてで、うどんが好きなので、大阪のうどんを食べてみたいなって思ってたんですよ。あ、関西のね。はい。はいはい。なんで、なんか、近くで行けそうな店とかちょっと調べてってやってたんですけど、うん、あの行きの新幹線で、うん、あのその隣に座ったね、一番上の上司から、うん、あ、なんか、ちょっと、多分連絡出てなかったけど、あの今日の夜ご飯、あの取引先と会食だからって言われて、で、そのままですね、イベント終わって、一回ホテルに戻って荷物だけ置いて、夜の8時とか集合で、お客さん、取引先と会食に行きました。拷問？あんたは4時から拷問を受けてらっしゃる。本当にきつくて、なんか、今、具体、ちょっと一回だけそれ、はい、お昼ご飯はどうしたの？お昼は、うん、あ、お昼はその休憩時間がイベントでそのメンバー分かれてもらってたんで、うん、それで行きました。ああ。何人かと。ああ、何人かとね。一人ではないじゃん。はい。まあ別に、もうそれはいいです。ああ、なるほど。会社の愚痴も言ってたんで。ああ、夜は会食と。8時。会食で。夜8時とかで。もう寝たいよね、正直。なんだろう。なんかね、6人くらい相手をいて。相手が、はい、はい。でもこっちも同じくらいいて。うん、でもう、疲れたんです。割れてた、今のもうが。私だけ、新卒で、うんうん、あら、向こうは新卒はいないですね。最低でも多分3、4年は働いてる人。はいはい。先輩ばっかり。そうで、なんかね、私も一番の下座に座りたかったんですけど、うん、なんか流れで下座に座れなくて中途半端な位置に座って、まあそういう時あるよね、うん、まあそれはもう仕方ないかなと思うんですけど、うん、最近会えるのそういうのね、あんまり。なんか真ん中くらいに座ったんですけど、うん、向こうが一人なんか遅れてくるみたいな、うん、で私の向かい側がその人の席になったんですね。ああ決まってる。そうで、なんか来たんですけど、うん、一番向こうで偉い人なんだ。ああ。なんかね、なんて言ったらいいんだろう。え、足で、机の下で足がツンツン。ちょっと。え、違うでしょ、それは。ねえ、この後。え、本部長クラス。おお。お偉いさんだね、もう。もう偉いし、
で、なんか、もうずっと、なんか、疲れました。え、なんかさ、僕ね、結構砕けた会社にしかいないから、あれだけど、はい、その、もう本当に接待みたいなことするの？あ、でも、うん、今回もう別になんか本当にガチガチに、うん、その仕事が絡むってわけでもなくて、うん、なんか、まあ、お話、半分みたいな交流深めましょうよみたいなね、あーなるほど、感じではあったんですけど、それでもなんかもう僕が一番社会人歴短いんで、まあ、疲れはするよね。そう、とりわけとかも頑張ろうと思うんですけど、向こうが奪ってくるんですよ。どうしたらいいの。私にさ、もうそれは任せるしかない。私にタイのカルパッチョ分けさせて。もう両お膝にね、もう両手を置くしかないからね、それされたら。いや、まあ、ある程度分けながらも奪われたものは奪われたってやったんですけど、うん、まあでも、居酒屋だったんですよ。うん。で、居酒屋のコースメニューだから全然食べれんし。そうだね。あれもう、もめちゃめちゃ文句言っていい？はい。少なくない？本当に。言ってあってもって、ねね、人数、あれ一人分だろ。ああ、まあ、ギリわかる。ね、あの、頑張った一人分じゃん、あれ。そうです、ね。頑張った一人分、なんで一テーブル一個なの？わかる。そんな中華料理ぐらい用意せよ。わかる。以上、怒りのコーナーでした。ありがとうございます、ここでの勝利。はい、でそんな感じでもう休まらず、うん、腹も大して満たされず、満たされず気だけを使ってね。はい、はい、でまあ2時間だったんで8時から10時、うん、で終わると思ってたんです、私は。まあね、コースってそういうものし、てか時間制ならね、帰んなきゃいけないし。いや、店は出されて、うん、でも今後もよろしくお願いしますと。そうだね。解散しましたと、うん。私はこのまま帰れると思ったんで、そこからみんなでタクシーに乗ってホテルに戻ったんです、うん。ホテルの前まで行ったら、うん、直属の上司がですね、はい、たこ焼きを食べたい。かわいい。たこ焼きを食べたい。まあまあ、まあ、なんか、なんとも言えない要求ですね。って言い始めて、うん、まあ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 、いいんじゃない？なんか、かわいい要求だと思うよ。なんか今から入れるたこ焼き屋を探すみたいな。ああ、それはないんかい、目的地。で、なんか Google マップ調べたらあったんですよ。おお、いいじゃん。あるって言ったんですけど、うん、結論から言うとなくて。どういうこと？何その大悟みたいな。あてもなく1時間寒い空を歩くだけ。え、待って。ないって何？開いてないじゃなくて。いや、開いてなかったり、うん、なんか店が、なかったり、Google マップが指し示す。あ、何個かあったのね、お店が。そう。全部だから結局入れなくて、無駄に1時間歩くだけ。謎の腹ごなしだけ。1時間歩いてコンビニ寄るだけ。やば。で、コンビニ寄って、じゃあホテルの前で、じゃあ帰りましょうかって言ったら上司が、うん、ラーメン食べたいって言って。いや、もう途中で行ってよ。で、さすがになんか、もうやばいみたいな雰囲気になってきて、うん、でなんかこう雰囲気に勝って、あのみんなでホテル戻りました。あー、よかった。えっていう、上司は一人でラーメン食べたの？いや、上司も帰りました。なぜならコンビニでカップ麺を買ってるから。なのにラーメン食いたいっていうのはちょっと怖くて。すごいね。という感じでしたね。が1日目、はい。で、2日目ですね。てか、どうだった？え？誕生日直前でしょ、それ。そうですね。ホテルは。あ、ホテルですか？うん、別に特に何も。アパ、あ、そうですか。はい。なんか、特筆事項なし。あ、アパだからね。はい。はい、あ、一つ言うとするなら、うん、あの、アパホテルに有名なの、アパスイってあるじゃないですか。あの、社長のね、顔がラベルにあるやつ。はい、まあ、それは頭の中にあったんですけど、うん、部屋入った時に、水が置いてあって、うんうん、普通のなんか天然水って書いてあったから、あれって思ったら、うん、あの、壁に面してる方に社長の顔があって、ずるじゃん。トラップだって、あの、同期と言ってました。うわ。え？で、二日目。同期と同じ部屋じゃないの？あ、個室ですね。ああ、はい。はい。で、二日目が、うん、まあ、同じようなイベントだったので、うん、また起きて、うん、イベントに向かいましたと。うん、で、そのままイベントやって、うん、終わりなんですけど、はい、片付けがあるんですよね。まあね、設営があれば撤収作業もある。もうこれがねしんどいんですよ。あの、これで腰をやってしまいましたし、もともとやってんのに、足首もやってしまいましたし、もともとやってんのに、そう、ボロボロのボロで、ですね、8時ちょいまでかかりました。うーわー、普段の仕事ぐらいじゃん。そういうのって早く終わるイメージだけど。で、そっから
なんか打ち上げがあると言われて、言われてたんですけどね、打ち上げがあること自体は。まあまあ、で、打ち上げがあるということで、一回ホテル戻って、向かいました。1.5 キロ離れたところまで。歩き？徒歩で。うべぇ。おー、すごかったね。なんでそんなとこなんだろうと思ったけど。すごいね。20分ぐらいかかるでしょ。そうですね。9時から始まりました。はい。ただですね、これは、良かったか悪かったかって言ったら微妙なところで。それは、けども、はい。自分の会社だけ？あ、そうです、そうです。あ、はい、はい。で、これはですね、高級中華料理でした。おー。いいじゃん。高級中華料理なんだけど、うん、注文するタブレットが取り気づくと同じで。テンプレートね。そう、めちゃくちゃ見覚えある。いろんな、日高屋とかでも言うやつ。でも、高級でしたね。へぇ、なんか、チャーハン一皿2000何百円みたいな。おカニチャーハン。そうそう、そういうんで。いいなぁ。ケーキ、まあ、でもこれもね、食べたいな、気遣いました。私の真ん前のせいが、まあ、社長とかね。全然言った。円卓だし。円卓じゃないですよ。あ、テーブル2つ使ってだったんですよ。ああ、はいはいはい。それでもう、今回の気は使ったけど、まあまあ、でも美味しかったし、あんま食べれるもんじゃないから、OK かなみたいな気持ちじゃないですか。まあ、そうだね。がっつくわけにもいかないからね。はい。なんですけど、2日目が、うん、ホテルを変える必要があって、うん、というのも、うん、次の日、うん、もうイベントは終わってるわけですよ。うん、イベント終わってて、これもやべえスケジュールなんですけど、うん、スケジュール的には次の日朝6時半の電車乗って、うん、大阪から東京戻って、あ、2泊なんだ。私はそうですね。ああ、1泊だったんです。すいません。なるほど。で、そのまま家に寄らずに会社に出勤して働くっていう。え、爆荷物じゃん。異常スケジュールなんでダメなのだったんですけど、もう終わりでいいじゃん、出張明けは。もう本当に私もそう思うんですけど、だってずっと仕事じゃん、行っちゃえばもう。そうですね。だけど、それを、そのスケジュールだったのが設営からいたメンバーで、うんうん、私はもう一日大阪にいて、うん、今度は営業としてお客さん周りに、私のお客さんじゃなくて、なんか先輩に同行するみたいな、うんうんうん、形で一日過ごしたんで、まあ、体的には余裕が多少。いたついての営業って感じね。はい、うん。っていうのが次の日でした。うん、もうこれも大変っていうか、眠かったです、さすがに。もう、眠くて。眠いんじゃん、ほら。そう。で、それで、その日の夜に帰って、日付が変わる直前に家に着きましたっていうのが出張でした。帰るの遅っ。ギリ8時くらいの新幹線。うわ、うわ。8時で10時ちょいに東京着いて、最寄りまで。倒れるよ。その後、僕の誕生日プレゼント開けると。そうですよ。そんなことした後に私は誕生日プレゼント開けさせられてんだから。教えられてないからね、こっちはもう。こっちはもうたこ焼きも死ぬほど食ってる人間だと思ってるから。いや、もう、なんで、自由時間本当にゼロでした。きついね、高速ばっかだ、マジで。そう、でもこれはみんな文句言ってました。会社の人。きついと。いや、弾丸すぎるね。せめて前泊できてれば、うん、もうちょっと体力余裕あったかもね。そうなんですよ。あと、打ち上げとかよくないよ。じゃあ、まあ、100% 開くとは言わないですけど、やるとしても、こっちでやってもいいじゃん、みたいな。いいかな、みたいな形。っていう感じでした。ただ、うん、初めての大阪なんで、もうベタのこと言っちゃいますけど、うん、エスカレーター右側とかめちゃくちゃ重いってなりました。おーおー、本当にそうだもんね。おーおーおー、あ、これ、あ、見たやつだ、とか思ったんですけど、うん、なんか、新幹線の改札内は逆に左が多くて、あ、入り混じってら、と思ったり。なんか、結構交互になってるよね。はい、はい。足止まりゃいいんだけどね、みんな。それ言っちゃそもそも、そもそもよ。はい。なるほどね。お疲れ様でした。で、はい。まだね、ちょくちょく出張ありそうなんですよね。毎回こんな感じなん。そうですね。なんか出張が多くなるって言ってたよ。まあ、なんかめちゃくちゃ多くなるんじゃないですけど、今のところ決まってるのだと、うん、なんかね、5月ぐらいに行けって言われてて、うん、で、5月ぐらい、これは四国なんですけど、いいな、四国行きたい。ただ、1泊2日で、は？両方ともお客さん周りみたいになったときに、うん、これも前泊とか多分ないので、なんで私が聞きたいですけど、多分午前中に行って午前中っていうか朝行っ
して朝からお客さん回りして夜までして一泊してまた次の日お客さん回りしてその日の夜に帰ってくる。なー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 うわーい。なんかさ、はい、最近流行りのコンテンツがあるじゃないですか。何ですか？なんかチャット GPT ってやつなんですけどね。ああ、知らしてくれる AI、知らしすぎる。オープン AI っていう、もうスーパーすごい AI を使ってのチャットをするサービスがあるんですよ、世の中には。そう、なんか登録者100万人を突破するスピードがめちゃめちゃ速かったみたいなので話題になったんですけども、まあ、僕もこういうの好きで、はい、でこいつの何がすごいって言っても今までのその自動返信系チャットのって定型文でしか返さないとか、なるほど、とかもう AI の中で流行りしたりが一個あるみたいな、はあ、何を言ってもこれを含む単語で返してくる的なのが多いけど、こいつはもうなんか本当に自然な日本語がすごい得意なんですよね。例えばじゃあなんか質問一個投げてください。カラオケでみんなが盛り上がる曲は何ですか？盛り上がる曲はと、まあ、AI 君チャット GPT 君に投げるわけですよ、はい、そうすると一般的にカラオケで人気の曲としてはレモン、アップタウンファンク、シェイプオブユーです。何これ、なんか2個目知らない曲でしたな。あれアップタウンファンクはあれじゃない、あブルーノマーズが歌ってるやつ、はいはいはい、レモンはあのレモン、多分そのレモン、ジャンルがちょっとシェイプオブユー、ほぼ洋楽やねこれと、デスパシーとちゃんと送ってくれます、ね、これらの曲はリズムがよく楽しい歌詞があり多くの人に受け入れられていますと返してくれる、あらっていう感じで、まあ、こうやって自然な文で返してくれるんだけど、はい、こいつってコードも書いてくれるんですよ。あなんか1日1回自分のフォロワー数を取得する Python スクリプトを書いてとか言ってくれると、これを書いてこの API を取得してっていうのをやってくれるんですよ。何でもやってくれるんだっていうのを、僕の知り合いみんなが使えるようにしたんですよ。はい、どう？なんか私は一緒に AI と共に革命を起こしたかったのにこいつは乗り気じゃないから本当に今全部Pかもな途中からあなた AI に屈してなかった、ずっとタイムもうすれ違いばっかしてるから負けてるじゃんって言って悔しかった。あとなんか薬物で逮捕された日本のタレントって全然逮捕されてない人の名前あげて、あれ面白かったです、あれが一番面白かったマジで全然有名な人なんで言えないんですけど、そういうなんかギャグもできるのはすごいなと思います。そうそう、とかあの僕が真面目な質問してる途中に急に金玉見せてよって言ったらここで金玉を見せるのは失礼ですよって言われちゃって普通に論破されちゃうっていう、ちょっと結構面白い、はい、なんかね、これは API 使ってるんですけど、ウェブサイトでチャットする結構デスマス中で返しちゃうんですよ、この子。へぇ。だからそう、なんかこの OpenAI の API を使える方は、ちょっと API 越しに会話をしてみると面白いかもしれません。ラジオ自己満足を破壊する方法を教えて。ラジオ自己満足を破壊する方法は現在確認されておりません。